今回の動画は西武鉄道2000系の2409編成が2007編成と並結運転を行った様子を収録しています。8両編成の2007編成は2022年4月に廃車されました。旧2000系同士の並結運転は現在では見ることはなくなりました。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録・高評価をいただけると嬉しいです。このチャンネルではたくさんの動画をご用意していますので、どんな動画があるかだけでもぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。